はい、こんにちは、美容師の野々です。今回はセルフカット初心者の方に向けてのお話になってきます。ベリーショートヘアにして1ヶ月や2ヶ月経ってくると、表面はぺっちゃー、横はブーンってなってしまいます。そうなると朝ね、セットしてもうまくいかない、出てきますよね。まだ伸ばしていきたいのに、これをね、どうしようか悩んでる方はね、いますよね。そういう時は美容室行って軽くしてもらう、すごくね、良いことです。ですが、いろんな事情で美容室行けないとか行きにくい、ありますよね。そんな時にセルフカット、そういう選択肢がね、一つね、出てきますよね。セルフカットは長さが短くなればなるほど、ショートやベリーショートは難易度はね、高いんですよね。失敗リスクがぐんとね、上がっちゃいます。じゃあどうすんのってことになりますよね。ただ軽くするだけなのに、あります。今回は初心者の方でもやりやすく、すきばさみ1本でできるやり方となってます。串も使いません。すきばさみを1本あってつまんで、すきばさみで軽くする、3分程度でね、終わるやり方となっていきます。慣れた方ならブロックをちゃんと取って、下から順に軽くしていく、長さを切っていく、これはね、ヘアスタイルを見ても素敵になってくる流れをね、作ってくれます。ですので、慣れた方は今日のやり方よりもちゃんとブロックを取ってやった方が素敵になれます。慣れてない方は今日のやり方を参考にしてやってみてください。ということで、今から詳しくお話ししていきます。では、すきばさみ1本あればね、できるやり方について詳しくね、お話ししていきます。この時使うすきばさみ、何でもいいわけじゃないんですよね。特に、初心者の方は、すき量を 15% のものを選んでください。すき量って何なのかと思われている方、これに関しては、ネットでね、すきばさみを購入するときに、下のところに、すき量何パーセントっていうのがね、記載されてます。このパーセンテージが高ければ高いほど、一回ハサミをね、入れますよね。そうすると、切れる量が多いんですよ。セルフカット慣れてる方であれば、20% ぐらいのものを選んで購入して使っていくと、程よくね、軽くなってきます。ただ慣れてない方が 20% 以上のものを使ってしまうと、いっぱいね、切れた、失敗してしまう、穴が開いちゃうということにね、つながっちゃいます。15% のものを選んで購入してみてください。100均などにもすきばさみというのがね、売ってます。ですが、すき量というのは記載されてません。僕が考えるには、100均のすきばさみはおすすめしないです。どのぐらいすけるのかもわかりません。もしかしたらたくさん透ける可能性もあります。透き量記載されているものを選んでやっていきましょう。じゃあやっていきます。まずね、軽くね、手串で整えておいてください。もしね、寝癖がある方はね、さすがにこれはね、直しておいてください。まずはどこから軽くしていくか、横のね、下を軽くしていきます。どういうように軽くするかというと、ハサミをね、縦でちょんちょんちょんとギザギザにするように軽くしていきます。こういうようにギザギザを作るようにハサミを入れて、バシッで、それぐらいでいいです。ギザギザを作るようにやってください。だいたい1往復ぐらいでいきましょう。次に横を持ち上げます。この時は上の髪は持たないです。耳上の髪、ここをね、持ってください。ここもざっとでも良いです。すきばさみを1回で、毛先にずれて1回、これで大丈夫です。次ね、上に入っていきます。上はどの部分を持ち上げて軽くすればいいかというと、黒目っていうのはこのウィッグにはないですが、黒目ありますよね。黒目の延長線上のところの表面の毛をつまみます。この時前髪は含まないようにしておいてください。真上に上げます。中間ぐらいに1回、少しずれて1回、これでいきましょう。それでカシャカシャーってやってください。なんかね、ふわっとした髪がね、出てくるようであれば良いです。全く出てこなければもう1回ね、黒目と黒目の間のところ、真上に持ち上げて1回ね、中間に1回入れていきましょう。これでサササってやって、ふわっとした毛がね、出てくればこれで良いです。反対の横を軽くしていきます。同じようにギザギザを作るようにやります。1往復ぐらいですね。そしてこの横ね、ざーっとつまんで、
という形でやっていきます。次、後ろはやりにくいですので感覚でやっていきましょう。でもハサミを入れるときは縦でやっていってください。流れとしては縦でギザギザのラインを作っていくようにやっていきます。下の長さを軽くしていきます。これもだいたい1往復ぐらいでいいでしょう。これで襟上のところをやや持ち上げて少し軽くする。それで大丈夫です。このあと耳後ろ、ここが重要なポイントです。ベリーショートにして伸びてくると耳後ろが非常にね厚くなって重さを感じやすくなってきます。この部分の軽さを取ってあげるとマスクするときも邪魔にはならないですし、変なボリュームも少なくなってきます。耳後ろをちょっと持って軽くしていきましょう。ここだけ軽くしても見え方がねシュッとね見えてきます。最悪ねここだけすきばさみを入れて軽くするだけでも伸ばしやすくなってくるでしょう。反対のね耳の後ろもこういうように軽くしていきます。こういうようにやっていきました。手順としては非常に簡単ですよね。もう一回手順をおさらいしておくと、まず横ね、ここギザギザにするようにね一応拭くやります。次は横の髪をつまんで軽くします。次はね表面ですね。表面は黒目、黒目の延長線上の一番上のところをね持ち上げます。前髪は含みません。そしてこれ中間一回入れて、ちょっと毛先ずれて一回入れます。これでサササーっとやってふわっとした髪の毛がね出るようであれば OK です。出なかったらもう一回ねしてあげるようにやってください。次はね反対の横を軽くしていきます。ギザギザにしていきます。一往復いきます。横の上を軽くしていきます。真横に引き出して軽くします。これで大丈夫です。次は後ろに入ります。この下のラインをねギザギザにするように一往復軽くします。その後に襟のところを持って軽くします。こういう形でやっていきます。その後に重要なポイント、耳の後ろね、ここは熱くなりやすいですので、ここをしっかりと軽くしておくだけで大丈夫です。反対の耳の後ろも同じようにやってください。これだけでも髪の毛を伸ばしやすくねなってきます。セルフカット初心者の方、またはセルフカットがうまくいかなくて悩んでる方は、こういうような簡単な手順で軽くしていく、そういうやり方をねぜひチャレンジしてみてください。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。